ジョゼフ・バンクス、初代殉難爵、サー・ジョゼフ・バンクス、サー・ヨゼフ・バンクス、ファースト・ベレネット、1743年2月2日、-1820 年6月19日は、イギリスの博物学者、植物学者、プラントハンター、殉難爵、王立協会会長、科学の擁護者としても知られ、自然史の父とも言うべき存在でもある。ジェームズ・クックの第一海溝会、1768から1771年に同行し、南太平洋地域に関する多くの博物学的知見を西欧にもたらす。航海で収集された膨大な新種のうち75種の命名にバンクスの名が残る。ユーカリ、アカシア、ミモザを西欧に初めて紹介した。植物属バンクシアも彼の名にちなんでいる。1967年から発行されていた5、オーストラリアドル紙幣の表面に肖像が使用されていた。オーストラリアにメリノ種の牧羊が定着するよう、バンクスは生涯をかけて飼育指導に当たった。キューガーデンは動物も研究したのである。1743年2月2日、ユリウス歴、庶民院議員で、大地主のと、妻サラ、ウィリアム・ベイツの娘の長男として、ロンドンのアーガイルストリートに生まれた。古物収集家のは1歳下の妹。ハーロー校に入学し、イートンカレッジに転校したが、17歳で天然痘の療養をきっかけに退学した。当時の友人に第4代サンドウィッチ伯爵、ジョン・モンタギューや、後の第2代マルグレーブ男爵がいた。1760年、オックスフォードのクライストチャーチの特別自費生となったが、講義にほとんど出席せず、博物学の勉強に精を出した。1761年に、父ウィリアムが死去、3年後、21歳で巨額の遺産を相続した。1763年12月、チェルシーに転居するが、1794年に学位を取らぬまま退学するまでオックスフォードに在籍していた。1764年、オックスフォード大学には開校していなかった植物学の講を受けることを決意し、ケンブリッジの植物学者、イズラエル・ライオンズに私費を提供して、個人講義を授かった。チェルシーの自宅にあっても、バンクスは科学への関心を切らさず、チェルシーフィジックガーデンや大英博物館に足しげく出入りし、ダニエル・ソランダーをはじめとする多くの科学者と講義を結び、ソランダーを通してカール・フォン・リンネの知遇を得た。1766年、王立協会の会員、フェローに推挙された。同年、学友のフィップスを伴って、自然史科学調査のために、ニューファンドランド・ラブラドール州へ向けて船出した。同地で収集した動植物について、リンネの分類体系に従って記載した論文を、出版した。その後すぐに、バンクスは、王立協会と王立海軍が計画したエンデバー号による南太平洋探検航海に、ソランダー、画家シドニー・パーキンソンらと共に、科学班の一員として参加した。この事業の主要な推進者であった、海軍大臣サンドウィッチ伯の幼馴染でもあった、バンクスは、私費で1万ポンドを拠出した。これは、ジェームズ・クックによる太平洋探検の第一海溝会である。エンデバー号はマデーラ諸島を経由して、まずブラジルに向かった。バンクスは同地でブーゲンビリアの最初の科学的記載を行ったほか、名前はクックの同時代の好敵手フランス人探検家のブーガンビルにちなむ多くの南米の植物を採集した。続いてタヒチとニュージーランドを経由して、オーストラリア東岸に到達し、一行はヨーロッパ人として最初にオーストラリアに上陸を果たし、イギリスによる領有を宣言した。一行が上陸したのは、今日のシドニー近郊のボタニー湾と、クイーンズランドのクックタウン近郊のエンデバーガー河口である。後者では、グレートバリアリーフで大破したエンデバー号の修理が7週間行われ、バンクス、ソランダー、ヘルマン・スペーディングらは大量の植物標本の収集を行った。ボタニー、植物学1とは、同地でバンクスらが採集したこれら珍しい植物標本の採集を記念した命名である。ところで、バンクスはティエ前にフリーメイソンに参加していたので、ニュージーランド及びオーストラリアに上陸した最初のフリーメイソンとされている。なお、この航海は解決病予防策に効くと言われたいろいろなものが積まれており、バンクスは解決病予防に最初は苦汁、ビタミン B は豊富だが C はほとんどないを毎晩1パイント、約半リットル以上飲んだが、解決病の初期症状が出始め、レモン果汁を1日1オンス、約 170cc 飲むようにしたら1週間で治ったと日誌で書いているにもかかわらず、後年書いた日誌では、解決病には麦芽汁が効いたらしいと矛盾することを書いている。もっともこれは彼だけではなく繊維のウィリアム・ペリーも、麦芽汁と柑橘類のロブ、煮詰めた果て、加熱でビタミン C が失われていたが、まだ同量のレモン程度は残っていたの有効性について、ロブを試して成功だったが、麦芽汁はほとんど価値がないと、麦芽汁の結果は良かったが部は論外と正反対の報告を残している。1771年2月にロンドンに帰還すると、バンクスは一夜にして時代の寵児となった。クックが足元にも及ばないほどの人気者となったバンクスは、もちろんクックの第2回航海にも参加するつもりであった。召使いやホルン奏者を含むバンクス以降17名のために、バンクスは第2回航海の調査船レゾリューション号の改築を申請し、ところがバンクスの要望を入れて改築した船は安定を失って試験航海で危うく転覆しそうになり、結局元の姿に戻された。バンクスはこれに憤激して探検航海から降りてしまった。代わりに、バンクスは1772年7月、ソランダーと共にアイスランドへ赴き、多くの植物を採集して帰国した。帰国後、ロンドンに身を落ち着けたバンクスは、太平洋航海で収集した膨大な植物、動物標本に加え、パーキンソンによって描かれた約1500枚の絵をもとに、ソランダーと共に植物図譜の制作に取り掛かった。この図譜は1782年に、ソランダーが死去したこともあって、バンクスの生前に完成することはなかったが、約200年経った1980から81年に、彼らが残した標本、銅版をもとに、大英自然史博物館によって、バンクス植物図譜の名前で100部のみ制作された。1774年、王立協会の評議員に初めて選出され、その後1778年11月に、王立協会の会長に選出されると、その後41年間、死ぬまで会長職を続けた。1781年には準男爵の称号を得た。1779年3月、ドロテア・ヒュージセンと結婚し、ソーホースクエアに終わりの住処となる邸宅を構えた。妹のサラは、終生、バンクス夫妻と同居した。バンクスはこの邸宅に、科学者や学生など多くの知識人や外国からの品格などを頻繁に生じ入れた。ソランダーらがバンクスの収集品や蔵書などのコレクションの管理と論文の作成へ当たった。王立協会会長のバンクスはイギリス科学界の権威者の一人となった。特に国王ジョージ3世のアドバイザーとして1773年にキューガーデンの顧問となったのをきっかけに同園の発に尽力した。バンクスは世界各地に探検家と植物学者を派遣して植物を収集し、キューガーデンを世界屈指の植物園に育て上げた。多くの植物がキューガーデンの収集活動を通じて西欧に紹介された。このためにジョージ・バイクーバーやウィリアム・ブライ、バウンティ号の氾濫で有名らの多くの探検航海、バンクスは企画した。皮肉にも、ブライが2度目の氾濫に遭うことになるニューサウスウェールズの総督になるように彼を推したのも、またバンクスであった。他に、地理学者、ウィリアム・スミスの10年にわたるイングランド全図作成事業を財政的に支えたのも、バンクスであった。ボタニー湾の名称からも察せられるように、バンクスにはオーストラリアに対して、終生、強い思い入れがあり、ニューサウスウェールズ入植地の最も強力な擁護者であった。1779年、バンクスは会議会で証言を行い、自分の考えでは、本国の囚人の受け入れ先として、最も条件にかなうのは、ニューホーランド、当時のオーストラリアの呼称沿岸地域のボタニーである、と主張した。バンクスの肩入れはその後も一向に衰えず、その後20年間、入植地の発展に尽力し続けた。実際、彼は、オーストラリア諸問題に関する英国政府の総合顧問を務めた。入植地の農業と貿易の発展に対しても助力を惜しまず、初期の自由移民の航海にも便宜を図った。また、オーストラリアの地にメリの羊を導入することを最初に提案したのも彼である。アーサー・フィリップら初期3代のニューサウスウェールズ総督たちは、バンクスと緊密な連絡を保っていた。オーストラリアの探検に取り組んだマシュー・フリンダース、ジョージ・バス、ジェームズ・グラント海軍大尉らの活躍に常に関心を払っていたし、アラン・カニンガムらバンクスが、キューガーデンの植物収集のために雇用した探検家らも、オーストラリアの探検史に重要な足跡を残した。1795年7月1日に、バス勲章ナイト・コンパニオン賞、キロバイトを授与され、1815年には、同勲章の制度改定に伴い、ナイトグランドクロス賞、KGC を与えられた。そんなバンクスも50歳を過ぎて、健康を損ない始め、冬になると痛風に苦しむようになり、1805年以降は、歩行の自由を失った。それでも、相変わらず、意気健康で、考古学者協会の会員になって、晩年になって、考古学に貪欲に取り組み、キューガーデンの発展とコレクションの充実のために働き続け、園芸学と農業の発展にも尽力した。ようやく死の直前になり、王立教会会長職から退く意向を示したが、彼の長年の貢献に尊敬の意を表した教会は、辞表の受理を拒否した。バンクスは1820年6月19日、77歳で、その生涯を終えた。バンクス夫妻の間に子はなかった。ニュージーランド南東のバンクス半島、バヌアツのバンクス諸島、カナダノースウェスト準州のバンクス島、オーストラリアでは、キャンベラ郊外のバンクス、シドニー郊外、バンクスタウンが、彼の名前にちなんで命名された地名である。バンクスの詳細な伝記が、パトリック・オブライアンによって書かれている。オブライアンの著書、オーブリー&マチュリンシリーズの主人公である、ジャック・オーブリーとスティーン・マチュリンの性格には、ある程度、バンクスの影響がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。